成田音です。このオイルパンに残った液体ガスケットとか、こっちですね、ミッションのケースですけど、この接合面に残った液体ガスケット。とにかく液体ガスケットをこう残ったやつ剥がしていくって結構大変じゃないですかね。スクレーパーでやってもこううまく取れていかなかったり、こう傷がね、母材に接合面にね傷が入っちゃったりとか、まあ結構悩んで、僕自身も悩んだんですけど、もっと綺麗に剥がれてくれたらなってね、すっごいね思うんですよね。で、小山自動車さんに もちろんこれもねご相談させてもらって教えていただいた話なんですけれど、このノミを使って先をちょっと加工してあげると、もうねこれがねスルスルスルって取れるように、スルスルスルって、もちろんこの接合面、母材側を傷つけずに液体ガスケットだけスルスルスルと簡単に取れるようになるので、このノミめちゃくちゃおすすめです。で、別にこれノミにかノミじゃなくてもいいんですよ。スクレーパーみたいにペラペラじゃなくて、この厚みがある、剛性があるってことですね。剛性があってしっかり握るところがあって、力を入れられる、まあ、力は入れないんですけどね、しっかり握れる感じですね。これらをクリアしているのがノミだったという話ですね。で、このノミコスパが一番いいやつどれかなと思って調べたところ、カインズホームで3500円ぐらいで売ってる3本セット、3つのね大中小というサイズ3つ揃ってるんで、まあこれシーンによってね使い分けができるんで、結構いい3本セットだなと思います。これね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも見ていただけたら、これはホームページにもですね、記事としてまとめてありますので、そちらも見ていただけたら分かりやすいかなと思います。で、とにかくこのスクレーパーとか使ってガリ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 やることなく、最終的にこっちのアルミのケースだったら、オイルストーンとかでガーって最後仕上げる必要もなくなります。じゃあこいつを加工していきます。この研ぎ方は完璧な研ぎ方とかプロがやる研ぎ方っていうわけではなくてですね、見た人がご自分でもね実践できるっていうね、同じような結果を得られるっていうことを大前提としている研ぎ方ですので、細かいところの突っ込みは気にしないでいただきたいなと。で、まず研ぐ面、ここの表の面と裏の面を研ぎます。なのでこっちを表、こっちを裏と表現させてもらいます。で、先端を刃先で、ここの部分をしのぎというらしいですね。 しのぎというのはしのぎを削る戦いみたいな、ね、そういうやつの語源になってるらしいですね。まあよくわかんないですけど、なんでまずはこの表、ピントが合わせられないかな、この表をですね削ります。で、僕は洗浄台に砥石を置いておくと、ね、すぐ研げていいよっていうふうに伺ったので、もう研ぐ専用になってますね。で、ここに、置いて、まず表なんですけど、とにかくね先端だけ削ってもいいかもしれないですけど、ちょっとね難しいんです、それは。なのでここの表の刃が面で当たるように当てます。面で当たるようにして前後させる。もちろん新品なんでね、そんな研ぐ必要はないんですけれど、まあ面を当てて研げるという練習をする必要があると思いますので、まあ、どんな感じかね試された方がいいです。で、この時に面を当てると止まるじゃないですか。止まった面をキープしてやる、なかなか難しいんですけどね、この平行移動で。倒しすぎるとしのぎばっかり削りちゃうし、立てるときですね、ギリギリのところだとちょっとブレーキがかかる、きっと食い込むんで、なんで当てた面をキープしつつちょっと起こしてみようかとすると、ちょっと抵抗が増えるんで、
なんかいいポイントがね、削る時のいいポイントが見えてくると思います。だから僕は包丁研ぎとかね、これ刃物多分プロではないんで、プロ目線のねご意見はちょっとねご遠慮いただきたいですね。で表の面がね綺麗に切れたら、今度は反対側ですね、裏の刃っていうんですかね、研いでいきます。これねまっすぐ当てると研げないんで斜めに当てた方がいいです。でちょっとでいいです、こっちはちょっとね先端を刃先でちょっと向こうに出たバリを落とすイメージですね。でこれをさっさとやって、これでとりあえず研ぐのは完了です。簡単ですよね。砥石で研ぐのが終わったら、今度はですねこちら定盤を使います。別にね定盤じゃなくてもいいです。平らな金属の平らなところがあるところだったら何でもいいです。タイヤチェンジャーの台の上とかですね、そういうのでもいいです。で買う必要が出てくるんですけど、2000番の砥石でも大丈夫です。とにかく定番とか平らなところ、もしくは2000番にを使って、このね刃先をちょっとね加工していきます。まずこの台に対してまっすぐ当てて、この状態でちょっとね押し当てる感じですね。押し当てて、ちょっと見えなくなっちゃう。押し当てて、これちょっとね音が嫌ですけどね、こう先端を潰すように擦ります。先端をですね潰して鳴らしてる感じですね。でこの角も結構引っかかる原因になるんで、角もこうやってちょっとね思いっきりガリガリやるとね、定盤も傷つくし、こっちもねボロボロになっちゃうんで、適度にこの辺はちょっと経験が必要かもしれないですね。そしたら最後この使う角度ぐらいですね、多分このぐらいの角度、ちょっと分かりづらいですけどね、こうやって先端をこんな感じで、この辺のやり方っていうのはちょっとね経験これやった後にどういう結果が出るかっていうのをですね結構検証してあげないと、やり方っていうのがね難しいんで、ちょっとねここの段階に関してはちょっとご自分でね研究をしていただく必要があると思います。でこれで先っちょの加工は完了となります。では早速やっていこうと思います。この辺から取っていきますね。もうね押すだけです。ちょっと押し方がね均一じゃなかった。どうですか、ちょっとね映像分かるかな。これちょっとこっちはねはみ出してる方なんで手で取ればいいんですけど、こうなくなってるの分かります。ちょっとアップで撮ればよかった。この辺に行ってみます。でもサビが浮いてるところも平らにできます。どうでしょうか。気持ちよくスルスルっといくんですよ。この辺はちょっと錆びてますね。次はオイルパンいきますね。これもちろんもうこれかなり段差があるんで、全部が綺麗に取れるわけじゃないですよ。こっちの厚い方もで置いちゃった。
もう押してるだけですよ。これ下のね、オイルパンって基本的には塗装されてるんですけど、鉄だったら全然ね、下の塗装もほぼ傷つかずにおります。さっき削ったところにわざと傷をつけました。で、この傷でやっぱね、こういう場合って表面を真っ平らにまずしたいじゃないですか。そういう時にもこいつで削れるんですよ、この飛び出したアルミを。ちょっとね、これやりすぎたかな。ちょっとこの研ぎたてのやつは使いづらいな。こういうね、ネジ山とかで、こいつだったら座繰りがあるからいいんですけど、座繰りがなくて、座繰りがなくて、このネジを締めすぎてて、ここのアルミがもこって出てるやつが時々あるんですよ。そういうやつも、ちょっと狭かったな。これでこうスッと取ってあげれば、ここの盛り上がりも綺麗に、平らにできる。さっきのももう平らかな。ちょっとほぼ当たんなくなりましたね。こういう感じで液体ガスケットではだけでなくですね、これちょっとの盛り上がり、もしくはですね、こういうサビ、こういうのもザクザクザクっと落とすことができると、これいいかな。こんな感じで、サビの場合はね、やっぱ表面が浸食されてるんで、下の綺麗なのが出てくるわけじゃないんですけどね、こういう感じに。ちょっとめんどくさくなっちゃったけど、こんな感じでスルスルスルと、僕ね、あんまり力入れてないですよ、あれスルスルスルと、前に下にちょっと押し当てて前に押し出すという感じですね。で、さーっとこう一周きれいに取れるんで、もうね、この飲みを手に入れてから、この研ぎ方っていうのを覚えてから、もうね、めちゃくちゃこのオイルパン脱着液体ガスケットで、装着されているストレーナー交換、これがね、めちゃくちゃ楽しいんです。オイルストーンとかですね、スクレーパーなんて使う必要もないですし、何よりですね、この研ぎ方、この飲み以外にも使えます。例えばノコギリの、糸の弓のこの刃のもうダメになったやつとかを切って、その先をさっきの研ぎ方、ちょっとまた研ぎ方は若干変わったりはするんですけど、あれでやってあげて、しなりを利用して液体ガスケットを取りたいところとかですね。僕はあとこのマイナスドライバー、これスズキの車載工具だったやつなんですけどね、これのマイナスドライバーの先を加工して、ちょっと力入れてこう円の内側とかですね、こう取れるようにしたりとかですね。とにかくこれの先端の研ぎ方っていうのは汎用性が抜群です。なのでこの研ぎ方を覚えれば、このオイルパンとかですね、接合面に限らずいろんなところで活躍するものを作ることができるので、それはおいおい動画にしていきたいと思いますんでね、これをぜひ実践してみて貢献できたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画3回ぐらい撮り直しております。小山さんからダメ出し食らったりとか、自分の中で納得いきかなかったりとか、もうね、時間かかった1本なので、ここまで見てくださって本当にありがとうございます。あなたの役に立ちたいです。